閣議の概要について申し上げます。一般案件等12件、法律の公布政令人事が決定されました。大臣発言として私から令和5年春の叙勲、外国人叙勲及び褒章について申し上げました。閣僚懇談会においては国家公安委員会委員長から G7 広島サミット警備対策等について、経済産業大臣及び環境大臣から G7 札幌気候エネルギー環境大臣会合についてそれぞれご発言がありました。私からは以上です。 NHK の古垣です。国連安保理について伺います。北朝鮮が先週 ICBM 級の弾道ミサイルを発射したことについて緊急会合が開かれましたが、日米などが北朝鮮を強く非難したのに対し、中ロは緊張を招いたのはアメリカ側だと反論し、双方が鋭く対立しました。政府見解と今後の対応を伺います。13日の北朝鮮による弾道ミサイル発射等を受け、日米韓等の要請により日本時間18日未明、国連安保理の公開会合が開催されました。同会合では大多数の理事国が今般の弾道ミサイルを含め、北朝鮮による度重なる挑発活動や核・ミサイル開発への非難や懸念を述べ、安保理決議違反に言及するとともに、安保理の一致した対応の必要性を指摘しました。一方、中ロは従来同様独自の主張を行いました。日本からは石兼国連代表部大使が出席の上、北朝鮮による度重なる挑発行為と安保理決議違反を強く非難するとともに、安保理が国際の平和と安全に対する本来の責任を果たす重要性を強調しました。また会合前には日米韓を含めた同志国が北朝鮮による弾道ミサイル発射を最も強い言葉で非難し、安保理の行動の必要性を強調する趣旨の内容のプレス向けの共同発言を行いました。北朝鮮による核・ミサイル開発は我が国及び国際社会の平和と安全を脅かすものであり、断じて容認できません。安保理が一部の国々の消極的な姿勢により、北朝鮮による深刻な挑発行動と度重なる決議違反に対して行動できていないことは大変遺憾であります。政府として米国をはじめとする他の理事国と緊密に意思疎通を行いつつ、安保理が本来の役割を果たせるよう引き続き尽力していきます。共同鈴木です。話題変わります。靖国神社の春季例大祭について伺います。靖国神社は4月の21日から23日にかけて春季例大祭の期間となります。総理や松野長官はこの例大祭に合わせた参拝を予定されていますでしょうか。参拝されない場合は真榊を奉納される予定はありますでしょうか。靖国神社に参拝するか否か、あるいは真榊を奉納するか否かにつきましては、総理が適切に判断されることであり、私も同様であります。テレビ朝日の車です。宮古島周辺で消息を絶った陸自のヘリについてお伺いします。新たに隊員2名が引き上げられたということですが、政府として把握している情報を教えてください。先ほど行われました防衛大臣の閣議後記者会見で申し上げた通りでございますが、ご質問の事故についてはこれまでの捜索により4名を引き上げ、そのうち2名の死亡を確認しています。事故発生当初から懸命な捜索活動を行ってきましたが、このような方に接し痛恨の極みであります。ヘリコプターに搭乗していた10名の隊員全員が1日も早くご家族のもとに帰ることができるよう、発見された乗員の引き上げとともに、いまだ行方不明のままの5名の捜索に全力を尽くしていきます。同時に事故原因の早期究明に向け、自衛隊と海上保安庁に加えて、今後は民間力の活用も視野に入れながら、機体の引き上げや現場周辺の捜索を進めていく考えであります。テレビの江口と申します。和歌山の岸田総理の演説会場での事件に関連してお尋ねです。専門家などからは選挙演説について従来通りのやり方で屋外でやる以上警護対象者を守りきれないなどの指摘があるほか、自民党内からも警備の見直しの必
用性を指摘する声が出ています。一部報道では昨日、松野長官は演説会場を屋外から屋内に変更する案などを含め、選挙活動時の警備の強化について自民党幹部と協議したということですが、現在の健康状況と選挙活動の際の警備の在り方を見直す必要性についての政府としての考えを教えてください。今回の事件を受けて、警察庁において警護の強化を全国警察に対し指示し、すでに強化がなされているものと承知をしています。その上で申し上げますと、警察においては要人警護について情勢等に応じて不断に見直しを検討することとしており、必要に応じさらなる強化方策についても検討するものと承知しています。具体の措置については、今後の警護に支障が出る恐れがあり、私からお答えすることは差し控えますが、政府としては警護の徹底を図った上で、やるべきことにはしっかりと取り組んでいく考えであります。NHK の古垣です。岸田総理の妻、裕子夫人の訪米について伺います。アメリカのバイデン大統領の妻、ジル夫人の招待でホワイトハウスを訪れて懇談するなどしました。日本の総理夫人がアメリカ大統領夫人の招待を受けて単独で訪問するのは初めてだということですけれども、今回の訪米の意義や成果について見解を伺います。現地時間4月17日午前、バイデン大統領夫人の招待によりホワイトハウスを訪問した岸田総理夫人は同大統領夫人と懇談を行いました。懇談の冒頭、岸田総理夫人から1月の米国訪問に際し、岸田総理大臣がバイデン大統領から熱烈な歓迎と心温まるもてなしを受けたことに謝意を述べるとともに、今回の訪問でバイデン大統領夫人と親交を深めることができ嬉しく思う旨述べました。岸田総理夫人から昨年5月のバイデン大統領の訪日では、夕食会に先立ち同大統領にお茶席を設ける機会に恵まれたことは大変光栄であったと述べるとともに、すべての出会いを大切にするという一期一会という考え方を紹介し、本日バイデン大統領夫人ともお茶を共にすることができて嬉しく思うと述べました。両夫人は今の日本と米国が素晴らしい関係にあることを分かち合いました。岸田総理夫人から現在ワシントン DC で開催されている全米桜祭りは、春の訪れと日米友好を祝うワシントン DC 最大の文化イベントであり、日本に縁のあるこのお祭りが多くの米国民に愛され開催されていることは大変喜ばしく、この桜祭りを通じて日米間の交流がますます花開くことを期待する旨述べました。両夫人はさまざまな分野で培ってきた日米の友好親善がより一層深まるよう尽力していくことで一致しました。終わりに、岸田総理夫人から5月の G7 広島サミットで岸田総理とともにバイデン大統領夫妻をお迎えすることを期待している旨述べました。昼食会後、岸田総理夫人はバイデン大統領夫人の案内でバイデン大統領の執務室を訪問し、バイデン大統領と短時間言葉を交わしました。またこの機会に、両夫人は日米関係がますます力強く成長発展していくことを願い、ホワイトハウスの庭において桜の植樹を行いました。バイデン大統領夫人からは、この桜の植樹は日米両国の永遠の友好関係の象徴であるとの言葉があったところであります。このように我が国の総理大臣夫人が米国大統領夫人の招待を受けて単独で米国を訪問するのは初めてのことであり、日米両国がかつてないほど親密かつ固い絆で結ばれていることを示すものであります。日米間の友好親善の一層の促進に資する訪問であったと考えています。よろしいでしょうか。ありがとうございます。